デートをするヒットを決めています。一応、デートをするその計画、流れとして語ると、えー、彼女とは猫カフェ行ってきました。猫ちゃんのカフェ。焼肉行って、猫カフェ行って、その後パチンコ行って、ポーカーしてきました。はーい。おはよう かわいかったよ。ありがとうございます。そんなこといただき、いただき、ありがとうございますで。ポーカーは、なんかね、大会があったんだよ。ポーカー大会。35名ぐらい参加してて、佐藤沙ちゃん、なんとランキング、ミルキウェイさんありがとう。3位です。ファイナルテーブルまで行って、3位に入,あの入賞しました。 ちなみに私、パルパルは5位です。はい。ファイナルテーブルの5番目に行きました。はい、で、かけ、ポーカーじゃないですね。トーナメントっていう公式大会があって、その大会に出たんだよ。まあ、公式というか、まあ、バー内で起きる大会ね。大会は賭けとかしないから。いいエナジーチャージありがとう あのね、はっきり言うけれど、命を懸けて言います。僕は、賭けポーカーはしたことありません。いいですかその、賭けポーカーっていうのは、誹謗中傷なんで、やめてもらっていいですか僕もね、訴えると言ったものをしたくないんです。お前らの人生奪いたくないんです。えー、なので、賭けポーカーとか、 そのふざけたことを抜かすやつやめてくださいね。ええー、やめてほしいよね、そういうのは。<laughs> こんにちは、おはようございます。昨日初見パレパレ好きになりましたええー、俺のこと昨日好きになってくれたのめちゃくちゃ嬉しい。ありがとうございます、能さんおそ。同じ関西らしいんでね、よろしくお願いします。 こちらも訴えてみよう。訴えてみろよ。俺が何したっつうんだよ。誹謗中傷に対して訴えるのに、お前が俺をどう訴えるんだよ。バカか、うん、じゃあやりますか、今日も。おはようございますふわっちニュースキャスターの、おまわりですこの、 放送枠は、昨日起きた出来事を皆さんと情報を共有し、知っていこうという枠です。昨日何があったのかな昨日何が起きたのそれらを知れる放送枠となっているので、知りたい方は見てってください。注意事項として、間違っている古いとコメントを連投する方がいます。 古い古いという連動を込はやめてください。古いです。昨日起きた出来事を話すわけですから。さらに、間違っているよとコメントをつく方がいます。それはありがたいです。間違った情報より正しい情報。間違っていたら指摘してください。これは、みんなで作っていく放送枠なので。出会ってきますフワッチ、大炎上 ニュースですよろしくお願いしますよろしくお願いしますでは早速一つ目のニュースは、ふわっち、社会的ニュースですはい。で皆さんね、イベント最終日です。よかったら応援よろしくお願いします全力で 皆さんの声、皆さんの声が僕に届くので応援してほしいです。お願いします。頑張れありがとうございます。ええー。じゃあまず一つ目のニュースから。なんと、昨日ね、まあ社会的ニュースを調べたんですけど、まあ、とんでもないね、事件がね、えー あったと、えー、まず一つ目の事件が最近、まあ最近というか、えー、ゴールドウィークに入って休みが多くなったと思うんですけれど皆さん休みだからといって客引きには引っかからないようにマッチングアプリで女の子に誘われてそのお店行くのもダメですこんな事件があったそうですはい いやーこれは怖いよ。普通に考えて。こう、最近増えてるらしいんでね。ライブドアニュースさん。ん。発覚。アプリで知り合った男性に酒120杯を提供か。21歳の女ら逮捕と。東京の歌舞伎町。男性客らを無許可で 接待営業した疑いと、男性を行ってみたい店があるなど自分が働くバーに連れ込み、負けたら酒を飲むゲームを持ちかけ、ショットグラス120杯、75万円を支払わせたということです。はい。男のスケベ心につけ込んで自分が働いているバーに連れ込み、そして、 テキーラをね、飲むとこがかっこいいとか言ってね、75杯を、120杯を飲ましたと。男はもうベロンベロンだから、ね、勢いで言っちゃったんだろうね。テキーラ持ってこい、テキーラ持ってこいと。そしたら、75万の支払いをされたということですよ。でもテキーラって、1杯、まあ1000円とかそ、それぐらいだよな。さすがに75万はぼったくりすぎでしょ。 ええー。でね、あの、マッチングアプリで詐欺って増えてます。はい。客引きでぼったくりがあるっていうのはよく聞くと思うんですけど、実は、マッチングアプリの女性と会って、その女の子が、ええー、せ、ね、こう書いてる通り、接客、接待営業を持ちかけて、ええー、客を引っ張ってくることがあるんですよ。でしかもその引っ張っていく矢先がぼったくりバーみたいな。 だからゴールドウィンクだからって、ハメを外してね。えメ、ー、羽目を外して、マチッチングアンプリ使ってね、女の子と待ち合わせして飲みに行ったら、あなた、悲惨な目に遭うんで気をつけてください。えスケベ心があるなら、もう風俗行ってください。ええー。じゃないと、あなたじ、あの、お金なくなりますよ。 1>, 1杯6250円だぞ。まあ、あテキーラだけじゃないと思うけどね。他にも飲んでるでしょ。窃盗料金とかさ、そういうのあんじゃないの <laughs> 引っかかる方が悪いでしょあのさ、騙す女が悪いから、引っかかる方は何も悪くないよ。はっきり言うけど。これって違法か違法だから逮捕されてるね。うーん。 無許可の接待営業だって。てか、男性、客らを無許可で接待営業した疑いって書いてあるから、複数人いるってことじゃないそういう意味だよね。書いてる内容によると。だから、一人が120杯飲んだわけじゃないんじゃない俺も引っかかった、明らかにグループ。ちなみに僕も昔ね、歌舞伎町で客引きに引っかかったことがあります。 僕は右も左も後ろも前も横もね、知らない、けなげな男の子だったんです。19歳の時。お金がなくて5万円しかなかったんですよ。ねその時に、お兄さん、NS あるよって、甘い声を聞いてね、それでついていたのがもう、最悪の結末。俺ね、NS ってなんだろうって聞いたら、 スキンなしだよっ、つって言われてね。で、まあ、要するに、ソープなんですけど、ソープの裏ソープって言われて、スキンがなくて、とんでもない可愛い女の子がいっぱい集まってると、言われてさ、ただお高くて、4万円とかね、言われたんだよで。俺5万円しかなかったけど、どうしても行きたくて、4万円払ったんで、その客引きに。で、なんか雑居ビルのエレベーターがあるんだけど、そこに、 あの入って上に上がったらえなんかねなんだっけなえなんかあるんだよえなんかあの寝カフェみたいのがその寝カフェに店員さんに言ったらねあの女の子来るからって言われてさで俺4万払ってでその客引きは下の方で待機して俺だけ1人でエレベーター上に上がったんだよでその寝カフェみたいなとこに行って 店員さんに話を言ったらね、あのー、なんか、まず、ネカフェ代を取られたんだよ。意味わかんないでしょ ?4 万払ったからネカフェ代を払うと思うじゃん。えー、で、払って、ええー、3500円くらいかな。で、そこで待ってたんだよ。そしたら、来たのは来たんだけど、写真とは違う、明らかなデブスが来たんだよ。うん。びっくりした。うん。で、しかも、 なんかもう、要するにもあんまいい、いい、言い方悪いけど、ゆ、ゆりみたいな。うん。だから、狭いさ、なんか部屋だから、だから、俺もデブで、あっちもデブだから、ぎゅうぎゅうなんだよ。で、お兄さん、よろしくお願いしますって言われたけど、どうしますかって言われて、いや、ちょっと大丈夫ですって言って断ったんだよ。俺は十、十、ね十九歳って聞いてたんだよ。うん。 19歳の女の子って、明らかに30超えてるおばさんだったんだよ、お前。30か40ぐらいの。騙されたと思って、俺も下降りてさ、ギャーギャー騒いでたら、なんかあそこの、で、カフェのね、あの、店員さんが俺を見てて、どうしたんだってね急に下に降りてきて言われてさ。で、いや、あの、騙されたんですって言ったら、 あそうなんだって言われてって言われてね、配信、俺ギャーギャー騒いでたから。そしたらその店員さんが、昔の話だけどね、こ,れこんなことあるか、あるんだなと思ったけど、またネ、ね、カフェにおいでって言われて行ったら、なんかね、デリヘル呼んでくれたんで、無料で。で、こ、えと、ー、なき終えたっていうことがあった。えー、なんか、アマテラスかなんか、そういう、 歌舞伎で有名なデリヘルを呼んでくれたんだよ。何の話やねんいやもう NS じゃないよ、もちろん。デリヘルだからね。いや、マジだよ、これ。ええー。俺、大声出したからね。あの、店の前で。ふざけんじゃないよと金取られたって。アマテラスっていうか、なんだっけな、ちょっと忘れちゃった。だがミラージュみたいな、そんな名前だ まあ、7年前の話だからね。あ、じゃあ9年前とか、19とかだからね。まあ、そんな話はいいか。あ、でももう一回ぼったくりがあったんだよ。ええー。これもね、あの、なんか、選べるキャバクラで、しかもホテルに行ける、なんか、派遣型みたいなやつあったんだよ。ね。で、俺さ、 その雑居ビルに入ってね、また、3階のエレベーターに上がって、その時お金取られなかったの。2回目ね。で、中に入ったの。そしたらスキンヘッドのおじさんと、なんか、えぇ、ー、こわもてのおじさんが2人いたんだよ。で、笑顔だったんだよね。愛想よく。で、上が白いこの、なんかスーツみたいな着てて。シャツか。うーん。で、中に入ったら、なんか女の子ずらって並んでるんだよ。 で女の子が横に座るんだけど料金法を見たら「今日月1万5千円とかいっぱいえっ?」ってなるじゃん。で俺入った瞬間「うわっ!」てなったから「いやちょっと出ます」って言ったら「入ったら入った時点で料金かかります」って言われて俺ね「あのいやお金ないんですよ」って言ったんでそしたら「あの財布の有り金出せ」って言われて俺有り金出したからね。 そんな話はどうでもいいあそうですか。で、有りが全部出して、ね。で、俺出てったんだよ。で、俺、店の前でねお、騒いだんだよ。放送つけてツイキャスで。金取られたーって、うわーって、で、な泣いたんだよね。うん、そしたら、スキンヘッドのおっちゃんが出てきて、なんか、まあ、あんま騒ぐなって言われて、あの俺が払ったお金を返してくれたんだよ。 だからまあ、なんやかんや、ぼったくりにあったけれど、まあ、いい経験させてもらいました。えー、っていう話です。だから、何かあったら、店の前で騒げはいいんだよ。うん。そしたら、あっちも困るからね。で、俺、そのまま警察行ったから、ちなみに。そしたらびっくりした。警察に相談したら、そんなのはえ取り合ってられないと。で、お金返してもらったんでしょうって言われて、 歌舞伎町交番前で言われて、返された瞬間に目の前にスキンヘッドが立ってただ。だからすごい情報もで歌舞伎町は。俺がどこに行ったかをちゃんと監視してたんだ,だからそれはちょっと怖いなと思った。うん。だからみんなもね、あの、まあ、ぼったくりには気をはい。120杯のショットグラスね。 75万の幸せということです。じゃあ次のニュースいきますえー、えー。次が、えー、日本の政治に失望しました。だから若者は動きます。はい。こんな事件がありました。いや、これは怖いね、普通に。うん ライブドアニュースさんから、容疑を認める自宅で殺傷能力ある鉄製のパイプ銃と製造家26歳の男を逮捕千葉市、パイプ銃は去年12月警察が別の容疑で男の自宅を捜索した際に見つかったという調べに対し男は日本の政治を含め世の中に失望していたなど話していると。 いうことらしいです。はい。なんと、ね。パイプ銃を製造した疑いで若者がね、逮捕されたということですね。で、政治に対して失望していたってことだから、政治家に対して何かしら、このパイプ銃を使ってね、撃ち殺そうとしていたんじゃないかと推測ができます。ええー。まあ、その、殺すとかね、そういったのは良くないけど、でもこの若者の気持ちは分からんでもないよね。 今の政治、ね、私利私欲で国民のために何も思ってない、はい、違う何も思ってないんだよ。だから、こうやってパイプ銃作ってね、こうやって怒りをこ、ね、み上げてね、撃ち殺そうとに若者が出てくるんだよ。薄いないや、薄くないでしょ、別に。 殺されちゃうよ、うんなめたね政治をしてるとやられちゃうからね配信者もももリスナーのことも何とな思ってないあのさ配信者のこと思ってるけどリスナーこそ配信者のこと思ってないでしょその囲ってくれてる人は思ってるかもしんないけどはっきり言うけど。 どうでもいいっていう矢印は思ってないじゃん。そんな奴は優しくされると思うなよ。そんなもんわがままだから。はっきり言うけど。優しくされたいんだったら、優しくしろよ。違うねえ、あはらびありがとう、親分。リスナーのこと考えたらこじれないな。リスナーのことを考えたらこじれないな。 こじれます。そんなもん。だって、その、生活困るもん、普通に。うーん。困れないわ困れ、困っちゃうからさ。だから、懇願しちゃうよね。で、投げれる人が投げてくれればいいじゃん。あとは、面白いというね、対価で払ってくれるってことでよくない別に。そこ、間違ってるかな。 普通に働け黙れよお前はこういう放送できないだろじゃあ逆に聞くけど。あんま天下発言したくないけどさ、お前は配信で食っていけるのかいけないだろ俺は食っていけるんだよ。それはなぜかね才能があるからなんだよ。お前には才能がないから、仕事をねしてねやっていくんだよ、お前。俺はもうこの配信というね、 才能に満ち溢れたな、もので食っていくんだよ、俺は。ええー、それ以外は無能だからさ。俺が仕事ね、できると思うのかできないから。働けないんだよ。働くこそが無能なんだから、俺は。だから配信でやるしかないんだよ。ミルキュウエーさんありがとう。 できるよ。まあ、誰でもできるんですけどね。ええー。やろうと思えば誰でもできるんですけど。ただ、顔を出して人生をめちゃくちゃにできるかって言ったら無理でしょお前守るもんあるんだから。違うそういう話ですよ。ゼロからね、1にするのが一番難しいんだから。分かってるうん。めちゃくちゃいいこと言ったな。ええー、今。 名言っぽいこと言ったな。じゃあ次のニュースいきますね。うん。あ、次がこんなね、なんかニュースこれ多分有名だと思うけど、リスナーさんから、ね、いただいたんで一応紹介しておきますね。なんか、お疲れ様です。はじめまして。 このニュース見たんですけど、どう思います二次元の初音ミクと結婚した40代男性と。まあこれは昔から結婚したっていうのはね、ニュースで見たことあるんだけど、いいと思いますよ。ええー。どうも思いません。この人の人生で、この初音ミクというね、まああの、不義や、なんていうんだこれ。うん、ダッチワイフね。これ付き合ってるという中の、 状態でやるんだからいいと思いますよ、ね。余計なお世話じゃないかな。ダッチワイフ。ね、10個投げ来たありがとうございます。いや、多分最近のニュースなんで、これ。頭さんありがとうございます。うラだらチキそれ古くね。いや、多分、あの、昨日テレビに特集で組まれたんじゃないで、付き合ってるっていうのを、多分ニュースっていうか、報道番組が。 あの、焼き、あのね、つけ、再放送みたいなやってんで。はい。金梅だろってことで。まあ、二次元のことを好きになるのはいいと思うよ。俺もね、昔二次元のね、鈴宮春日っていうね、美少女キャラ好きになったからね、気持ちはわかります。ばあさん時代についていけないかはい。 いいいんじゃないかなかでも初音ミクのことと結婚した人ってめっちゃいるんでちなみにだから初音ミクって結構不倫してるんだよねはい春日信号はい関信吾はい関信吾じゃないです鈴宮春日ですねってことですねいやでも初音ミクのこの人のおじさんねなんか初音ミク連れてレストラン行ってちゃんと2人分の料金払って組むらしいよ 異様の光景というか。で、料理も置くんだけど、それはもう食べないんだよ。人形だから。で、楽しむんだって、食いながら。行かれてるなと思ったけどね、正直。それは。うーん。人形と付き合うっていうのは、狂ってるというか、クレイジーだよね。初音ミクは、紅茶ラ出ててるんだぞ。紅茶ラって何ちょっとわかんない。あ、 あとなんか初音ミクのなんかオナホールとかもあったドンキホーテで。そういうのどう思ってるんだろうねこの結婚した方は。うん。そういうの気にしないのかねちゃんと二人前食べてるよ。食べてたっけその人。やっぱ人形タワーで結婚しないはいいよ。だって、生きてないじゃん。ね 生身の似た初音ミクツと付き合えばいいと思うよ普通にツインテールのねお前使ってるオナホールいや使ってないっすえー、じゃあやりますかじゃあ皆さんこっから本筋入ります、えー、フえふわっち大炎上ニュースですよろしくお願いします はーい。今日もね、たくさんてんこ盛りの炎上ニュースがあるので、よろしくお願いします。えー、ふわっち大炎上ニュースです。よろしくお願いします。えー、コマより閲覧が、コマイくんより閲覧低いかもしんないけど、そのうち抜くから見てて。えー、僕はね、閲覧が閲覧って言われても気にしません。えー、 じゃあ、まず一つ目のニュースから。えっとですね、延期です。予算延期。えー、リンちゃんの死に関して確認するために29日と30日に、えー、まあ、群馬県に行く予定だったんですが、えー、雨天のため、えー、1日と2日に行く予定になりました。はーい。 の、えー、ことをまとめている珠代さんです、えー、この方がまとめてくれてたんですけど、まあ、よっさんが29日30日予定だったりんちゃんの群馬行きを1日から2日以降に変更したと利用運のためりんちゃんっていうのはあの橋からね飛び降りて自殺をしてしまったみたいな話なんですよ で実際どうなるのかっていう話で、まあ、確認が取れてない状態で予算自身がそのリスナーさんとコンタクト取ってて死んだっていうふうに断言してるんだけどその死んだという確証がないんですよね飛び降りたっていうだからそこの、まあ、確認をするためにも、えー、1日2日、えー、2930と今日と明日ねする予定だったんですけど、まあ、1日2日と、えー、行く予定になったそうです あと、なんか、忍法に生 ID でモ、えー、モリトえ、森ダムスの大予言が当たった。だんだん、閲覧も相手もゴミになるでしょう。と書いたら、サイレントブロックされたそうです。忍法さんに。はい。ただ、忍法さんと相沢さんは、予算的には認めている、ということになりました。映画のリンなん何映画のリンって。映画のリンじゃなくて、あの、ひらが名のリンですね。うん。かわいいね。 あの,ふわっちの配信者ブロック解除したんじゃなかったっけだまたされたんじゃないまありちゃんの安否に関しては、まあ、皆さんもねどうなってるんだって心配になってると思うんですけれどまあ温かく見守るしかないですね、はい、最近ね死んだ説が多い人が増えすぎてる、うん、まずマジでカリちゃん見つかってないコヨくんも見つかってない りんちゃんも亡くなったって言われてる。どれさんもいない。えー、もうほ、なんか結構ね、いないんだよ。亡くなってる、逮捕されてる説ね。カリは捕まったよ。カリちゃん捕まった説ね、高いね、それは。まあ連絡誰も取れてないから。ストロングルちゃんは、あ、ストロングちゃんね。ストロングちゃん本当なんだっけまあ本当らしいよ。 まあ、あとりあえず、お前らの誹謗中傷で人が死んでるってことです。はい。なので、誹謗中傷はやめましょうね。ええー、いいですかえって、気づいてないのやばいね。普通にさ、誹謗中傷してるよな、お前ら。そこで、殺してないって認識してるって、ちょっと自覚持った方がいいよ。ね。一旦補、おきあの、おなってると思ってるから。 誹謗中傷は。じゃ、次のニュースいきます。えー、田崎もな、お前も何お前も拡散してるんだよ。ロヒさんいらっしゃい。うん、拡散って何の拡散してるの銀のタヌキさん。銀止まりで、俺にね、意見の、伸びてくるなよ、お前。ザコが。 おいザコか銀止まりで。恥者らせお前、銀で。どうせこれ配信者だろう俺もね、銀のたぬきで書くことあるんですよ。ええー。だから銀止まりだから読んでもらえるためにケチするんだよ。アイテム投げ、投げないでね。銀だと読,読んでもらえると思って。多分俺、銀のたぬきこれ、銀のたぬき止まりのやつは多分配信者だと思う。うん、俺はわかる。 これは街じゃなく配信者だね。誰だお前。名前出せよ。10倍来たありがとうぞーさんありがとうございますすいません。じゃあ次のニュースいきますね。えー、次が、あ、なんとこれはびっくりしました。はーい。金梅さんの現在ということで。えー、金梅さんが、真央ちゃんと昨日焼肉行ったらしいんですよ。 その時の写真が、えー、残っているんですけど、これです。銀梅さええー、まあ、ほとんどの焼肉を残してしまったらしいです。で、見てよ、金ちゃんの姿を。久しぶりに見た人はわかると思うんですけど、激痩せです。はい。 でほとんどのものを残してしまって、体調悪すぎて、まおちゃんとご飯食ってたけど、途中で帰ってしまったそうです。うーん。ね。えっと、ツイッターの方で書いてたんだけど、そのツイッターどれだっけ。あ、これか。で、さらにね、食べ物に関しても徹底するということで、金ンさん。もう食べ物は、えー、徹底するぞと。 免疫不全の人と同じものしか食わん。今日もホタテの貝柱と鮭を捨てることになってしまったからだと。アフリカでは未だに6億人ものの人々がガキで死んでいるのに、簿記がこんな低たらくではダメだ。今の簿記では誰も救えない。このままでヒーロー失格だということです。はい。なので、えー、もう食べ物を徹底すると。 で免疫不全の人と同じものしか食わないということを宣言。だから生物系とかはもうダメっていうことですね。飢餓ね。ガキじゃないです。はーい。飢餓です。さすが我らの金杯さん。えー、あの、でママがさ、生ガキ、生ガキ食って当たって亡くなっちゃったっていうね。まあ、話があるじゃないですか。だからそれも知ってる上の多分対策だと思うよ。 カンフ風船は生物ダメなんでね。だから生物で当たってしまうともう一気に行ってまう。えー、生蠣とか生系はね。あの、野菜の生とかいいのかなどうなんだろうもう生、全部火通さないといけないってことなんかなね。果物とかいいのかな難しいよね。あ、茹でないとダメ全部。全部ダメなの果物も ええ、果物もそれをやらないといけないってことあそうカリウムあカリウムっていうのがあったらいいってことねはい生意気言うなお前生意気言うなって言ってもさ亡くなる命にねあるわけだからそこに対策するのはいいでしょ何をお前偉そうなこと言ってんだまっとうだよ金塊さんにやったことは。 いや俺はちなみにあのー、生もの食ってます生ガキとかね余裕で食ってて大丈夫なんですけど頑張ってくださいありがとう生崎です K を知らないバカカリウムが高いから、えー、ダメなんだよあそうなんだカリウムが高いとその生系はダメなんだ知らなかった ブロッコリーみたいな顔してるね。<laughs> まあそういうことですね。じゃあ次のニュースいきます。はい。えー、次がね、えー、とある配信者が、えー、事故ったそうですね。物損事故ということで。ミタム、ミタムちゃんですね。はい。えー、事故って口から血が、えー、流血と。まあ内容としては、アスタ、アスタマーチンという車に乗っていて、 アストン・マーチンか。アストン・マーチンっていう車に乗っていて、まあ、ちょっと、あの、事故ってしまったと。その、それによって、まあ、口から流血したということらしいです。えー、すげえ車乗ってるね。の方というか、も、ま、う、あ、ふわっち特派員さんの方なんですけど、こっちでいい。 三田村三田むってことで、ふわっと特派員さんにも記事まとめられてるんですけど、あの、アストーマーチンという車に乗ってて、事故ってレッカー車で持って行かれたそうです。で、物損事故扱いになったということですね。で、口から流血したと。で、アストーマーチンってすごいんだよね。いくらすんのええー、アストーマーチンって。俺も、俺でさえも聞いたことあるよ。高いよね。 4000万するそうなの ?4000 万こすったら修理で300万かかるまあでも、車の保険入ってるから大丈夫でしょ。うん。で、そのまま、まあ事故っちゃったらしいんだけど、そのままパチンコ行って元気よくね、打ったらしいです。はい。で、唇はちょっと切れてた。流血してました、口から。 あ、外車だの、アストマーチンって。全然知らなかった。フワッチバブルの時に買ったのかえー、ってことですね。ジェームズ・ポンドの車アストマーチン俺も、007の車だの、アストマーチンって。え、じゃあ、広角迷彩とかついてんのミサイルとか出ない出るわけないか イギリスの高級車。ええー。じゃ、日本の高級車って何ちなみに。ね。海外のやつは聞くけど、日本の高級車って何なのええー。プリウス、レクサスレクサスがセ、セルシオ、レクサス。あ、レクサス、センチェーリレクサス。レクサスが多いね。 クラウンとかえ、こういうさ、レクサスとかクラウンは海外で流行ってるのちなみに。アルフォードもそうなの日本だけこの車は流行ってるのは。レクサスは日本、えー、海外で売れてるんだ。売れてないどっちなんだよ。えー。あんまパッとしないね。 トヨタは人気。まあトヨタはね、会社自体は、うん。アメリカでは安い高級車だから売れてる。ええー、そうなんだ。まあということで、ミタラブ・ミタムちゃん、アスト・マーチン事故ってしまうと。物損事故です。はい、安否に関しては口から、えー、流血と。まあちょっと切れちゃってね。そのままパチンコ行ったんで、まあ体には外傷はまあ、 そのじゅ重大な外傷はないということですね、はい。じゃあ次のニュースいきます。えーえー、次がね、あ、なんと、えー、善逸くんが下着をつけた、なんか、写真を投稿です。のっぽのひらめさん、ありがとうちょっとき気色悪かったんだけど、小ネタとしてね。 善一くんが、なんかね、下着写真を撮っこれ見せるこになりそうなんで、一応、今日から罰として女性の下着をつけないといけなくなりましたということで、罰ゲームで今日からね、下着をつけるらしいです、女性の。はい。これ誰のパンツか知らないけど、現在も多分女性用下着つけてね、 ま、生活してるということです。で、あの、見たけど、見るに耐えられないほどのグロ画像でした。はい。見ましたけど、すごく気持ち悪かった。白パン見えてるやつキモいあの、なんか体育座りして、女性用のパンツがろ出しのやつがあるんだよ。メリーゴーランドありがとう いや、これ、スケロクチャのパンツじゃないこれ、買ったんかな自分で。ええー。だから、今日からね、下着が女性用になります。なので、応援してあげてください。で、見たい方は、善一くんのツイッターの方で見れます。下着が。X にあげてるね。えー、で、俺のいいね欄を見ると、体育座りしている、なんか、女性用の下着をつけてる全一くんも見れる。 で、リスナーさんになんか送りつけてるんだって。リスナーさんがそれをさらしてたね。体育座りの下着は。出したいんだけど、あの、あまりにもセクシーすぎて出せません。えー、正直ね。ああ、なにこれブロックね、お前、リンク貼らないで。貸すかお前。これ怖い。言ったらこれ、ウイルスの可能性あるから気をつけてね、みんな。 毛がはみ出てた、えー、そういう性癖がなんか罰ゲームなんでしょエナジーチャージありがとう僕は吐きませんじゃあ次のニュースいきますはい次が、まあ、昨日ニコニコ超会議ね2日目になったんですけれど、えー、昨日ニンポさんが涙を流してしまったそうです ニコ生の町外儀に行ってであのタコスさんというニコ生主にキモいって言われたそうですねでキモいって言われた理由としては、えー、デカモオちゃんにストーカーしたり店に対して、ね、ストーカーもやっていて正直気持ち悪いと、ねあのー、そんなことやめなよっていうに言われて妊婦、えー、さんが涙,に涙目になって敗走したというね あの動画が上が上ってましたこれですねライバーズワールドさんから「秘宝、配信者忍ポさん、配信者タコスちゃんに土星論かまされ涙目で配送してしまうと。 女性配信者への告白や盗撮がキモいし迷惑行為だからやめろと言われ黙り込んでしまったよくぞ言ったぞタコスちゃんということですねじゃあ動画見るかえっとこれか これ出るかなあ出てきた。ナイスありがとう。これねニコニコ超会議で多分フワッチだねこれね。フワッチやってる時の忍法さん。 961人と。でニンポさんかタコスさんに絡みに行ってるんだよね。タコスさんとはニコ生主なんだけどその時の会話のやり取りです。 いや俺さ、なんだけど DM が君のリスナーから盗撮されてるからなんかさそういう失礼なことしといてるけどさそのなんじなくねえじゃんいちょっと、まあ、カメラをアウトカメラにしたらたまたま映っちゃった、ね、なんか君、君さまずさあれじゃんなんか注意されてたじゃんなんかあの何いろんな人に生虫にさ告白するとか言ってたでしょいや言ってないよ何か迷惑行為いんすんのやめて まだ付きまとってさ、ネカボモとかの付きまとってさえ、今度何、未成年の女の子にさ、手を出そうとしてたんでしょキモい ちゃったとということで一応ね無言じゃなくてひどいよあれよってちょっとポソッて言ってるんだけど今日聞き取りづらくて聞こえてない状態なんだけど、まあ、にあのタコスさんっていうねニコナマの人に正論かまされちゃってねあ何も言い返せなかったっていうで最悪もうだからポンちゃんというね人間を映して話題そらししたっていうことでこの、えー、ライバーズワールドさんの方で、まあ、投稿されたと。 まあでも、どうなんだろう。デカモモちゃんにつきまとい恋と、ニコ生主の告白しまくるっていうのは、ダメかネタとして。俺はいいと思うけどね、ダメかええー。ネタとして良くないもう相手にされてないね、ということで。はい。まあ盗撮もしたらしいね、なんかね。 それに対してタコシさんも迷惑行為やめなよっていう風に言ってて正論すぎて何も言えないよな。デコモモはかわいそうだった。まあ確かに今考えたらデコモモちゃんはちょっとニコニコ超会議行ったかわからんけどそれによって行かないっていう風に言ったらしいからね。であとなんかもう一人のカイリーさんっていう方も忍法さんがちょっとっていうことで行かないみたいなねってて,てまあいろんな人に迷惑かけていると。 その状態にンポさんも行かないって言ってたけど行ってたりとかしててえーまあ歩く迷惑配信者ってことになりましたね佐野にも「猫のまは暗黒ルールは絶対だからな存在が迷惑」言い返せない時代にネタになってないってことです ニンポさんってちょっと聞きたいんだけど、ニコ生では嫌われ者なのうん。あんま好かれてないのその、配信者の人たちに。ふわっちも、まあそんな孤立感があるから好かれてないと思うんだけど、ニコ生の仲間たちとはあんま好かれてないの話題にもならないほど好かれてないえ ニコ生で言うと、アイザーさんみたいな位置なのニンポさんって。タコスさんって方にストレートにこういう風に言われて、ドチャクソ聞いてたけど。ニンポはタコスの彼女に告白されたことをタコスに言ったんだよ。あ、そうなんだ。それはいい顔しないよね、タコスちゃんも。あ、そうなの、マゼさん。ニンポさんって嫌われ者んすね、これ。 シンプルに。えぇ、ー、相田さん的な位置なのマジマジはもう結構ニコナを見てるからね。うん。本当なんだろうね、これは。お前、豚と同じだな。俺の場合は嫌われてるという、興味がないんだよね。ふわっち大炎上ニュースにしか興味がないから、人が集ま、人、人集まらないっていうか。 嫌われるよりちょっとひどいかもしんない。えー。ってことでニンポさん、ニコ生では嫌われてると。はい。じゃあ、次のニュースいきます。えー。えー、次がね、あ、なんとこれはびっくりしました。えー、コマ君がまた負けて、ふわっちへ出かさぎへ。で、政治の、 タイトルを見たんですけど、1450万負けらしいです。はい。大いに負けているということですね。タイトルなしで今日のね、12時あたりから放送してるんですけど、1450万まで膨れ上がったそうです。急に伸びたうん。さっきからこじてるえ、でもさ、 ずっとこじってんじゃん。ずっと飛んでるの、アイテム。ねえ。俺もうさ、ちょっと見てなくてさ、昨日とかは。飛んでる結構飛んでるの。花火とか。ちょっと見てみようかな。飛んでる嘘でしょいや、飛んでないよ。 えだってちょ今見たけどさアイテム欄をうんこれがイベントアイテム10個でしょ1600円だから、まあ、800円500円ぐらいで大花火が2000円分でしょこれがえー、まあ1000円としてこれ500円4000円1000円5000円6000円でしょ で、これが600円なんだよ、実は。1800円。だから1万円もいってないんじゃないこれ。<laughs> 1時間やってるけど。無料アイテムと、これ見たけどさ。よくわかんない、意味わかんないアイテムが飛んでる感じだね。飛んでないんじゃないドラゴン花火あった嘘どこなくないあ、待って、本当ドラゴン花火ある。 3000円だわ。で、3000円としても、まあ大体いい1500円とするじゃん、半分で。3千四千4500円。で ?36000 円で1万円か。だから1万7000円ぐらいは飛んでんのかなでもそれよりちょっと下がるから1、1、一万5000円とかうん。だから今1万5000円だね。これでやれるもんなの。今、冷凍して。 稼ぎすぎ <laughs> でも昨日、駒井くんの放送を見てたら、閲覧5000人言ってたよ。アイテムくださいで。アイテムくださいアイテムくださいっつって、閲覧5000人超えてたよ。ねえ。夜の放送で。なんなのあれ。閲覧のあの、増え方。いや、駒井くん自身がもう、こじってるだけの放送なんだよね。うん。だから多分、 どれだけアイテムが飛ぶんだろうと期待値で閲覧が増えたんじゃないあとツイキャスからっていうのもあって。ええー、小前くん。でももう少しで、こうベトナムは出なきゃいけないんでしょあともう4日とか5日でしょもう今更もう1450万は取れ返せないよね。借金も220万以上はあるから。だから帰ってきたとき、 火の車だよね、俺と同じで。もう誰も貸す人は減ったでしょいや、減ってはない。まあ、ちゃんとまた違う人には貸してくれるんじゃないの予想だけど。だか昨日山田が貸すみたいな流れがあったけど、なんか山田に借りることは、なんか、リスナーさん嫌ってたね、なんかね、コメント見たら。ええー。 いや、俺も税金ね、分納分払ってて、今年の分もね、相談しなきゃいけないから、まあ、人のこと言えないんですけど。ええー。来年の税金払えるのかよいや、でも、まだ半年以上あるから、そこで貯金すれば払えるでしょ。え、なんか政治の枠見てたらさ、ベトナムに滞在していて、で、4、え、45人、え、なんか何日まで入れるんだっけ 45日間まで入れるんだよね、最大。でも違う国に行ったら、1日滞在してまた国に戻ってくると、またなんか伸びるって聞いて、これ本当なのこれは。ビザが伸びるって聞いたんだけど。ベトナム行って、ラオス行ってまたベトナムに戻れば、また45日に戻るって。え、それってすごくないこれ、しかも何回も永遠ループでできるの ベトナム、ラオス、ベトナムで行けば行けるそれ、香川さんも言ってたえ、それは何回もできるのベトナム行って45日たったらラオス行って、ラオスからまたベトナムに行けば。ST みたいだね、本当に。あ、1回だけなんだ。そりゃそうだよな。なんか、永久みたいになっちゃうもんね。ピザランっていうんだ。 最大3ヶ月間は海外で過ごせるわけだね。いろんな海外行けば。いや、俺もちょっとベトナム行きたいんだけど、まあ正直ね、ないっすからパ,パスポート。ロセさんありがとう年間90日までピザ使えますと。ええー、いいね。リスナーのお金を溶かしまくりそんなもんはふわっちの配信者に全員言えることだからね。 であのねちょっともう言わしてもらうんですけどさっきね閲覧低いって言われたんで抜きましたえー、こうマウント取りたくないんですけどはい見てるかゴミどもがえい、ー、か外にしろよお前いちいち閲覧閲覧って俺も言いたくないんでよ俺も気にするタイプだから一般人ならアジア楽しいですよパルちゃん 最強です。ありがとう、ロゼさん。あ、ロゼさんもそうなんですね。やっぱ気にしてたんだな。いや、ムカつくじゃん、言われてて。アイテム少ないぞ。ランキング、ね。スーパーヒーローズ4位です。ランキング上げてください。お願いします。ヨーブが帰ってこいとコメントしてたが言うこと聞かないまあ、まず、スロットの楽しみ、楽しさと、あと、 そのやっぱり閲覧という魅力だよね、うん、そのベトナムでさ今「お願いします」放送してるじゃんであれで閲覧5,000人いくわけだからふわっちででツイキャスもスロット打ってる部分で4,0005,000くるわけじゃん、うん、その部分でやっぱ閲覧という魅力とあとお金の部分も正直お値段でそれをもらえるという状態 えー、それは帰らないよ。俺だって帰らないよね。その魅力、あれは。金とかしたら意味なくね。そこじゃないんだろうね。うん。小井くんなりのリスナーさんを楽しませるっていう、楽しませている精神でやってると思うよ。予想だけど。違うかな てか、転生はセンスないと思うけどね、ほんとに。ゴッと打った方がいいよ、うん。で、あの、ベトナムのパチンコってすごいのはね、だから、イベントみたいな日に行くと、なんかね、もう、V 揃いしてる、朝から並んでね、1000人ぐらい並んで、V 揃い揃ってる、当たってる状態で打てるんだよ。知ってたベトナムのイベント。俺見たけど、もう当たってる状態でもう、打てるんだって。 まあ、店によるけど、俺見たモーニング、そう、モーニングみたいな。うん。前代当たり駒井くん寝坊してたえ、もうゴッとみたら V 揃いで、もう揃って三セット確定してるんだよ。周年イベント、それそれ。なんか見たベトナムで。TJ が、 えー、配信以外は普通だから依存性ではないと言ってたみたい。あ、そうなんだ。2>, <laughs> 2周年イベント。777、ここ、ここナイスありがとうアメさん、ありがとうございますじゃあ、次のニュースいきますえー、昔日本にもあったね、それ。新しいね、モーニングの、なんかジャグラ、ーもう光ってる状態で打てるみたいな。 そういう、なんかパチンコの規制を撤廃してほしいよね。だってカジノ作るんでしょ意味ないじゃん。それ作ったら。何をね、あの、パチンコの規制かけてるんだよ。遠隔でしか無理やん ?V 揃えるなんかいやいや、だから V が当たるまで打つんだよ。あ、そっか。V 揃いに揃えるって結構確率、ね、難しいよ。確かに。 なんかやったんかな遠隔でじゃあいきますね次のニュースえー、次があすいませんもう本タイトルですえー、本タイトルとある配信者が確保 なんと昨日話題にもなったあのとある女性配信者が私人逮捕されたそうです。はい。その人の名前はなんと。なんとーナイスお願いしますお願いします。犬いいすかナイス押してください。 まあ正直もう500ナイスでいいです。えー、もうね、ナイスランキング、もう3位は確定みたいなもんだから。はい。も、ま、う、あ、29でしょ出明日、あさってだから。うんで、第3回目のナイスはもう香川さんはもう抜けないし。え、ね。だからまあ、気持ち程度で押してくださいって感じですね。 えー、3700人見てるから押してほしい押してくださいで、皆さん、イベント中なので、イベントアイテムいいですかちょっとお願いしますリスナーさんえー、投げてください無料アイテムくださいお願いしますエナジーチャージありがとう ちなみに、人間さんとの差が、ね、え11万ポイントお願いします。力貸してくださいすべてお断りしますそんなこと言わないでくださいよお願いしますよエナジーチャージありがとう今日イベント最終日なんで、応援してほしい、ね、あ、ちなみに、そうだ、ここで言うんですけど、昨日、 ゼロワンさんが、ね、俺の枠に来て、はい。アイテム爆投げしてくれました。だからこの順位にいます。えー、総額、140万円課金してもらいました。140万円、えー、調べたら、140万円も課金してもらったよ。 え、げつない。俺30万円分投げたんだけど、ええ、その、5倍は投げてもらったね。マネロンってやつは、何も知らない、ね。あの常識がない人間だね。マネロンは、犯罪の金をクリンにすることを言うんだよ。マネロンではないんですよ。ええ。 身内投げとかの方がまだ正しいんだよ。マネロンは間違ってる。えー、バカか。本当に。身内投げかとかいう嫌味だったらわかるけど、マネロンっていうのはマジで合ってないから。意味として。直接もらえばええのに、いや、直接もらうよりやっぱイベントに投げてもらって応援してる方がやっぱいいじゃん。えー まあゼロワン様様だよ。本当にこの位置に来れたのはね。貴重さんと人造人間18号さんとため張れるなんて思わなかったよね。ただ昨日倍率がほんと出なかった。めっちゃ投げてもらったのに。豚さんの20倍、2倍が、ね、出ないよう同様のなんかアイテムの倍率だったわ。なんかやってんじゃないの普通に。お前、で、こあの最終部言 ゼロ番来ないからね。もう、今日は TikTok で忙しいから、ね。もう、だから、なんかあの、本当は最終日投げたかったらしいんだけど、まあ、応援するって言ったからっていうことで、昨日投げてくれたんだって。うん。だからもう本当、あとはパルリスの今日の実力で応援してもらわないといけない。だから応援お願いします、リスナーさん応援してください なんかあの常夏さんっていうとんでもないね大手配信者と TikTok バトルするらしいんだよ、ね、だそこで忙しいらしいパルリスいやパルリスちょっと力貸してよえー、でゼロワンいれば大丈夫ですよねっていうその印象操作本当にね気分が悪いしそして なんていうんだ、性格悪いなと思うよ。そのゼロワンがいるから、アイテム飛ぶからもう投げなくてもいいよねっていう。性格悪くないあんた。絶対に、ね、リアルでもやってそう。そういうやつは。ね性格悪いよね、こいつ。15票ありがとう猫さんありがとうございます 見てる方はつまんないから、ええー、できれすぎて。できれというか、昨日の部分を投げてもらって、今日は投げてないんだから、できれじゃないじゃん、別に、うん。絶対に1位にさせるというアイテムじゃないんだから。何言ってんだ、お前。応援してそこまでの1位にしてくれたんだから、あとはね、自分のリスナーさんと頑張っていくって話だよ。ミリキーウェイさんありがとうござんす、4個ナイス 出来れっていうのは、絶対に1位をね、取れるという状態のことを指すんだよ。ね、普通に01の応援でここまでの順位になって、あとは3位の場所まで狙えるとこまで来たんだから、そこで何が出来れになるのロ01今日来ないんだから。うん。適当なことを抜かすなよ。知っとか知らんけど、気持ちが悪いよね。お前みたいなやつは。ええー。正直。 キモが過ぎる。うん、お前がなじゃあなんで見てんの俺はさ、配信やってるから気持ち悪いやつも受け入れなきゃいけないんだけど、お前は、あえて来てるよな気持ち悪いやつのとこに。それってキモくないはっきり言うけれど。キモいよねバカか ?10 個ナイスありがとうございます。ウルトラどトちチキナイス王さん。 ええー。本当に気持ちが悪いよね。あと14人でね、本体取り組んで、お願いします。じゃあ、ブロックすれば、ええー、バカかよ。えじゃあ、NG 入れます。ええー。ありがとうございました。そう言ってもらえると助かりますね。ええー。ブロックしないと思ったしますよ。そんなゴミカスは。 500ナイスナイスありがとうござい来たこれじゃあいきます。とある配信者が確保。その人の名前はなんと。なんと !2 個だけナイス YO さんありがとうございます。はいあ。ちょっとしつこいやつはブロックね。白らけたとかね。えー。来なくていいです。 まあ、逮捕されたっていうようにね、騒がれていたんですけど、えっ、ー、と、名前は、フワッチ配信者ことね、ライラさんです。歌舞伎のホテルに誘い、男性がシャワーを浴びているタイミングで、金を抜き取り、逃亡していた窃盗女を捕まえました。この女の被害者いますかということで、 ラ賢三さんし方が報告してます健三さんは YouTube チャンネル8.7千チャンネルを持っている人気 YouTuber さん、はいまあ、アウトロー系に近いアウトロー系というかアウトロー系よりのまあなんて言うんだろう YouTuber さんみたいな、えー、この賢三さんが、まあ、ライラさんを確保したと、えー、一応動画もあってね 動画見ますか、健三さんの。これ、確保された時のライラの動画ですね、これ。 警察呼びますけど、それでも大丈夫ですかなあ、何逃げてんのあなた、歌舞伎町で有名な人っすよねおい、おいめえみ警察呼びましょうかおい、スメおい、おい何してないですか何してんの三万円返してください。これ、大学生ですよ、この子。十九歳の今からちょっと警察呼びますけど、それでも大丈夫ですか <laughs> 調べてるというか話の内容を聞くとなケツ持ちに連絡してるらしいよライラのだからなんか LINE の方で急いでパチ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 書いてるみたいな感じらしいねケツ持ちうん19歳って言ってたえ十19歳っていうのえじゃあ19歳っていうのあれでしょ 3万円返してくださいこれ大学生ですよこの子19歳の19歳の大学生の男の子が騙し取られたんでしょうんねでえで、ー、その後ねあの、Z リーさんっていう方にも取り上げられて「ありがとうライラちゃん私に優しかった?」 俺もね、ライラちゃんはね、あったけど、優しかったんだよね。うん。どっかネジ外れてることもあるけど。えー、あ、これか、まず、書いてくれてるんですけど、健ンさんがね。ライラ確保の経緯としてこ、ということで、ママ活詐欺の相談を受けると。マッチングアプリ、サキをダウンロードし、 4,900円課金し、やり取りしていくと。歌舞伎町東方前で待ち合わせ。ホテル二郎前で被害者と共に突撃。通報して交番で取り調べを受けるも、証拠不十分で、被害届は出させず解放ということで、まあ、ライラさんが、まあ、警察に捕まったみたいなね、情報が出てましたけど、解放されたそうです。はい、なので、ライラさんは、現在捕まってません。 うん、あ、シルク、えー、シルクロードのライラー。シルクね、さっきじゃないです。シルクです。日帰りの時出せないでしょっていうことで,で。ライラーは、まあ、売りやってるんだよ。うん出会い系アプリ使って、まあ、マッチングアプリ使ってね、売りやってお金を稼いでると。まあ、要するに、 立ちんぼみたいな風俗みたいなね。はい、で、あのー、可愛い顔写真を使って詐欺してるんです。写真をね。詐欺写真を。で、来たらライラみたいなね。で、歌舞伎町でも有名でさ、えー、今ね、あのー、あだ名としてはダッシュのライラって言われてるんだよ。えー 一応 Z リーさんが取り上げてるんですけど Z リーこの女は足がかなり速いで有名なライダーだなあそこら辺で買収しているやつの中で最も上位最上位だと思う立ちんぼ競馬を、えー、開催したら単所オッツ1.5倍ぐらいになるんじゃないかなっていうふうに書いててでこれはどういうことなのかっていうことなんですけど はい、あのねとあるユーチューバーさんが歌舞伎町の風景を撮る、まあ、動画を撮ってたんだよその時にたまたまライラが映ったんだよねでその時にライラがえー、多分ホテルの二郎かトマトという場所からダッシュしてるんだよね、はい、そのダッシュしてる時があまりにも話題すぎてツイッターで一回バズったんだよ で、またこれが逮捕されたっていうか、健造さんに話題されたから、その動画がまた再バズりしてると。以上、その動画出します。多分、ホテルトマトだね。で、ライラの悪い部分って、なんかお金をさ、盗んで、で、その、男がシャワー浴びてる時に財布からお金を盗んで、窃盗するんだって。うん。そういう、まあ、悪行を、 をしているという噂が流れてるね。で、しゅ、実はナックルズの方でも特集組まれててね。まあその時の逃げる、お金を取って逃げているんじゃないかという動画ですね。一瞬なんでね。はい。えー、多分ここら辺はホテルトマトっていうね、ラブホテルがあるんで、そのラ,ラブホテルトマトから出ているこのライラね、ここ。これもう1秒ぐらいなんでね。一瞬なんで皆さん。 目を見払いてまぶたき現金で見てください。早いですよ。<laughs> 行きますよ。もう一瞬ですから、えー、ダッシュライラの速さ、押します。 これがなんかお金を盗んでダッシュしてるライラっていうふうに言われてる。あ、トモトはこの赤い部分だ。これどこのラブホテルだっじゃこれ。ちょっとわかんないな。これが永遠とループとしてね、動画で流れます。あ、来るよ、これ4000人。これライラのダッシュで。あと5人に来るよ、ライラのダッシュでこれ。あ、切った4000人。 ライラのダッシュで4000人突破ですえありがとうございますこれですね躍動感があるねえー、サイレントスズカみたいなこと言われてたけど山田部長のやつも見てちょっと山田の見るわ うち山で出るかなこれあ,あこれねこれ画像あんまバズってないないや面白いと思うこれは。 一応ハーフなんだよね。なんかパパがドイツ人だっけうん。っていう風に言ってるけどね。ライラに電話してみるか一回。出るか分からんけど。ライラね、結構俺の電話に出てくれるんだよ。ワンチャン出てくれるかも。ちょっとかけてみますね。 出るわけないだろライラはまあなんか絡んでいい子ちゃんだよただライラはね妊婦さんのことストーカーしたね妊婦ライラで調べるけどニコ生でライラがニコ生で頑張るってことで妊婦さんに言ってしつこくねつきまとった神会があるんだよ ライラのそこの部分を見ると異常さがわかる、うん。そうなの、そうだよ。ライラに粉生行った時に忍法に売名しに行ったんだよ。で、忍法さん怖すぎて警察呼んじゃったんだよね。忍法さんはライラさんと付き合えばいいよ。合ってると思うよ、普通に。<laughs> あれ出ないっすね。 残念ながら。仕事中かなあとは、なんか、ライラの被害の部分にあったっていう男性が、えー、えツイッター上げるだからもう、歌舞伎町ではライラっていう名前は、もうめちゃくちゃ有名なんだよ。だからもう、ライラ多分、歌舞伎町でも働けないと思うよ。シンプルに。<laughs> ここまでツイッターでバズっているなら。<laughs> 無理なんじゃない でもね小柄でねスタイルはいいと思うんだけどねあこういう感じで書いてたね歌舞伎のホテルに誘い男性がシャワーを浴びているタイミングで金を抜き取り逃亡していた窃盗女を捕まえましたこの女の被害者いますかとはいってことですまあいたらね まあ言ってくださいって感じですね。マスクしてる状態、ライラ可愛いんだけど、外すと、駒井くんなんだよね。うん。だから、まあちょっと顔と違うんじゃないかっていう,うに言われてる。うん。マスクしてる時は可愛いんだけどね。そうなの、駒井くんなんだよ。外すと。ロナウジューニョーみたいなね。 ってことですねはいってことで、えー、ライラが、えー、まあ、逮捕されたっていう情報がありましたけど、まあ、私人逮捕ですねで。そのまま警察に突き出したけど、証拠不十分で解放ということです。はい、まあ、だから今、ね、マッチングアプリで、こういうふうに詐欺でね、お金を取ったりとか、詐欺みたいな顔をしてね、えー、やるやつもいるんで、気をつけてください。一応、ふわっちの配信者のゆうくんっていう方も、 このライライに騙されたらしいね。うんなので気をつけてくださいね。<laughs> マジ警察仕事しねえなってことで。お前もな、ライラを抱きたいと思ったこと一度もないね。うん、俺は。ライラーふわっの配信者だよ。多分ね、3月が4月頃にアラビアの夜で放送夜実はしてたんだよ。 多分今月じゃなかったかな今月一回やってる放送。うん。ヨほホーヨッホーウハーウハーみたいな曲流してるよ。なんか。フクロウ、フクロウの曲。3月やってたか。ヌンちゃんならいや、俺は佐藤沙ちゃんいるから、ヌンちゃんでも、その、なんて言うんだろう。可愛いけど、佐藤沙一筋なんで、 どの女性も無理ですねはいおはようパルちゃんいらっしゃいうんエナジーチャージありがとうございますヌンちゃん可愛い,いと思うよ普通にねシングルマザーでも頑張ってるしね応援したいくらいあるよエナジーチャージありがとうございます で、皆さんね、まあ、これで、ふわっち大炎上ニュースは終わりなんですけど、現在イベント中なので、応援よろしくお願いしますちょっと人造人間抜きたいんで、これ応援できませんかリスナーさん !9 万6千ポイントぜひとも応援してくださいダメですか ライラフワッチ A 版になるの A 版